さあ、もえちゃん始まりました。今、岩手県に来てます。はい、もえの地元なんだよね。そうそう、ただいま、私の地元岩手県滝沢市に里帰り中の中田家の皆さん、これから夫婦でドライブして私のおすすめスポットに中田を連れて行こうと思います。今日はすごい天気がいいね。うん、春の陽気で。本当だ、初夏、初夏だね。初夏の陽気。うん、あたり言ってさ、スイカじゃん、うん、そうそう、スイカはこの時期ですか？スイカまだです、8月ぐらいですね。あ、8月なんだ、うん、ちょっと今日はね、多分岩手山すごい綺麗に見える日だったの、うん、見えるドライブになると思う、うん、めっちゃ綺麗、ね、思いが運転してくれてます。気持ちいいね。気持ちいい。この奥に見える山が岩手山、私にとっては父のような存在の山なんです。草原の景色よ。草原の白爪草の奥には田んぼがね。この信号を右です。田植えが終わって、そうか、すっかりロケ系 YouTuber。 どこでも撮るよって。そうか、うん、夏の北海道はね、結構好きでね、よく旅行してたよね。そうだね、夏の東北もそういう雰囲気だよね。あるかもね。私もああいう小学生やったな、自転車で、ひたすら自転車に乗って。あ、そうなんだ。ここがね、総合公園って言って、うん、いろんな運動とかする公園前に、あの沢まどかさんっていうね、インフルエンサーの人と対談した時に、僕を、滝沢市は僕公園で行き、公園行きましたよって言われて、うん、総合公園ですかって聞いて、めっちゃ恥ずかしくしてね、そっちじゃなくて、あの講演会ですって。喋る方ね。急に公園だけ行かれたろって。講演会開くんですよ。なんで総合公園行かなきゃいけないんですか。知識が小学生で止まってるからさ。あ、総合公園ですよ、私も行きました。かわいい。やる講演会なんです。総合公園行ってたんですね。ということだね。面白いね。すごい山道だけど、これで着くのかとして。めっちゃ山登るやん。そうだね、これ本当にあってんの。私こんな道来たことないもん。おなじみの場所じゃない。謎の場所来てんの。ナビ通り来た。ナビ通り47分走るかな。間違えてたかだと大変なことになりそう。合ってるはずだけどね。千と千尋みたいになっちゃう。本当だよ。子供たちもなんか久々の岩手すごい楽しかったもん。そうだね、リラックスしてるね。うん、もう慣れ親しんだもんね。そうやっていくつも拠点があるのやっぱいいよね。そうだね、東京もいいし、岩手もいいし、うん、シンガポールもいいし、うん、どっちがいいですかとかってなりがちだけど、ここだけじゃなくて、うん、そこも好きだし、そうそうそう、ダメならこっちに行けばいいし、そう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 、なんかね、状況が変わったら移動できるしっていう、うん、いいよね。わあ、癒されるわこの癒しの緑。癒しの緑だわ。もうイクラのこぼれ丼ぐらい、その道路にこぼれてきてる。グリーン。緑。こぼれてきてる。これがいいよね。もののけの世界なんだ、本当に。確かに。だからああいう森自体が日本人にとってはなんかこう、そうそうって思うけど、うん、外国からするとちょっとやっぱエキゾチックなんだろうな、うん、あの森自体が、うん、生えてる植物とちょっと違うから、うん、旅で来た日本は輝いて見える、うん、そうだね。余すことなく楽しまなきゃっていう気持ち。そうそう、積極的になるよね、うん、楽しもう。杉が高っ。高いね。でかいな、杉が。生きてるね。これが小岩乳業の。おお。
がっつり小岩の工場だ、見学はできませんって書いてある。今はあれなんか、確かまず一つ目の絶景ポイントにやってきた私たち。綺麗な映像撮れそうだよこれ。ちょっと降りてみよう。はい、マスクはつけなくてもいいのか、うん、そんなこんな開放的なところだ。小岩井農場の一本桜。ああ、あるある。あれか、うん、うん、ね、いろんなドラマとかでもよく使われたりして。あ、そうなん、確かになんか絵になるね。そう、桜がちょうど昨シーズンの、ああ、山がまだこう雪を、なるほど、桜と岩手山、これそれはいいね、これ。すごいいいロケーションでしょ。うん、いい。そう、ちょっとこれを見せたくて。うわ、嬉しい。うん、あっちが渡った方がいいかも。ちょっと遠くに。ちょうどね、桜が咲くシーズンだとすごい人が、うん、あ、そうなんだ、ここに、うん、へえ、すごい。あ、めっちゃいいよ。わあ、すごい素敵。草原のところをちょっと多めに写すとより素敵に見える。ちょっとインカメでも撮ってみる。はい、チーズ。あー、気持ちいいね。気持ちいい。あっちまではでも行かないんだね。ここまでなんだね。そうそう、ここまでしか来ない。そうかそうか、だからこそ保護されてるのかもね。あの桜も牛が、うん、あのほら休憩するように日陰として植えられた、うん、あ、うん、そうなんだ、へえ、いいね。渡れます。さすが地元。地元。ちょっと暑めか。風は涼しいんだよね。日差しがなんか。うん。ここからまた行くんですか。行きます。楽しい。岩手山が綺麗に見れました。私たちは次のスポットへと向かいます。いっぱい川。いっぱい川だね。いいシーズンでしょうね。確かに。シビア、かっこいい。お蕎麦も結構。そうだね、お蕎麦も、ね、どっかで食べたい。確かに。相方の地元だって信州そばって言うんだけど、ここら辺だと何そばって言うの。ここら辺特に岩手そばとかと言わない。あんまり、うん、名前ついてないんだ。名前はよくわからない、もっと名産として押し出せばいいのに。寒い地域とかね、そば美味しいよね。そうそうそう、わこそばもさ、その由来が、あの私、お殿様が来た時に何もそのね、食べさせてあげるものがないから、とにかくそばだけはあるから、そば食べてくださいって。そういうね。あくびが飛んでる。ああいうところとか削れてるのがスキー場。してないんだろう。ロケでやって以来かな。あ、そうなんだ。ロケとかで、うん、2年に1回とかスキーやってた気がするんだよ。へー。
特にあの仙台のさ番組とかやってたじゃん、とか必ずスキー場行ってて、冬はスノボスキースキーだった。俺はねスノボができないから、一緒一緒、運動好きの方が楽で、好きだと別にうまくはないんだけど滑れるから、それでロケは何度かやってたな。だけどやっぱそれ以降ロケ番組が終わって以降全く行ってないからさ、子供も喜ぶだろうね。そうだね、子供も昔岩手に行った時、スキー場行ったけど、あそうか、すごい楽しんでたよ。俺今南国だからさ、あ到着した、お急におすすめのスポットでございます。あらここはめっちゃ混んでる、超人気スポットよ。超人気だ急遽人気スポット出てきた次回の萌ちゃんは岩手の有名ジェラートショップで珍しいアイスにチャレンジの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー、移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。